男のロマンライブ、えー、今回は予定を急遽変更しまして今思うこととこれからについてお話をしておこうと思います、えー、当チャンネルは2023年7月17日、えー、某テレビ局からの指摘により計9タイトルの動画削除処分を受けましたでアカウント版まで首の皮1枚という状況ですなので同様の指摘を受けそうなそれ以外の動画も一部非公開設定にしています えー、当チャンネルは過去にもバンされてですね2021年11月に再スタートしてチャンネル登録者が1万8000人になるというタイミングでの今回の出来事でした、えー、番組を楽しみにしてくれている皆様には迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳ありません、えー、当チャンネルのコミュニティでも Twitter でも多くの反響と応援メッセージをいただき、えー、ありがとうございます まずはじめに、正義と正論を掲げる相手と議論しても負けるだけですので、する気はないです、えー。こっちに一点の曇りもなければ戦う気にもなりますけども、まあそういう気にもなりません。ただ問題なのはこれからどうすんねんということなんですよね。で、今回の指摘はですね、テレビ中継の動画はもちろん、静止画のキャプチャ画像も使うなということなので、まあ逆に言うとそれさえ外せば OK ということでは、 あるんですが、まあそもそもの話、それ以外 OK ってことでもないんですよね。それ以外の写真だってマスコミの各社や撮影したカメラマンさんのもので、私のものなんてほとんどゼロです。なので、ある日また突然同じように指摘を受け、いきなり削除と、あるいはチャンネルバーンとなるかもしれないわけです。なんで、この正論を振りかざした理屈によれば、もう素人が画像を使って何かを解説するとか、 解説どころか応援することも不可能になってしまうということです。まあ、世の画像なんて自分で撮影したものとか、イラスト屋ぐらいしか使えないですからね。正規で使わせてくれというリクエストするルートもルールも整備されてませんので、やりようがないんです。まあ、そもそもなんで私が YouTube でこんなことやってんのかといえば、好きで勝手にやってるだけなわけです。 儲かってんだろうと思う人は自分でやってみたらわかりますけど番組に制作費をかけている私からしたら単なる大赤字です。プラマイだと圧倒的にマイナスです。本業で稼いでいるのでやれてる余暇でしかありません。私が YouTube 始めたきっかけはブログがアクセス数は異様に多いものの反応がなく全く収入にもならない無償の活動だったので YouTube ならプラスになりますよ反応もありますよと周囲に勧められたからでした。 ただ一人で喋るのは虚しいなと思って仕事仲間に聞き役の相方を頼んでブログ記事を解説するというスタイルで始めました。そしたらまあ相方への個人攻撃はあるわ。字幕を出せ、生活音がうるさい、BGM がうるさい、音圧が低い、高い、背景を動かしたら目が回るとか文句ばっかり言われます。で、それに一つずつ対応して結果として今のスタイルになりました。 まあそれでもちょっとでも間違いがあると鬼の首取ったように指摘されて、まあそれは間違ったこっちが悪いんですけど、えー、俺の方が詳しいとマウントを取ってくる人もいますし、私が解説している動画を見ないで、私に解説のコメントをしてくれる謎の人もいます。もちろん、応援コメントもたくさんいただいてまして、そういう反応はありがたいですし、モチベーションになります。 でもまあ、好反応が10あっても、そういうクレームが一つあると、そればっかり目につくのが人間の差がなんですよね。改めて芸能人のメンタルってすげえなと感じます。で、ぶっきらぼうに上から目線で冷たく指摘、コメントをしてくる人には、あんたは実生活でもそんな感じなのと尋ねたくなりますが、まあ本当にそういう人かもしれないですね。で、そんな思いまでして何度も言いますけど、大した就任もならず赤字でもやってるのは、 好きで勝手にやってるだけ。やりたいからやってるだけなんです。なんでシンプルな話。嫌ならやめりゃいいじゃんなんですよね。ただまあそういうモチベーションで言えば、文句を言われるマイナスより、ありがたいことに応援していただけるプラスの方が圧倒的に多いので、やめる気はないですし、そもそも好きでやってることなんで、これからも続けるつもりなんですけども、まあ動画はもちろん画像まで使えないとなると、根本的にやりようがねえなと。 でだったらもういっそのこと画面真っ暗で、今回みたいに音声と字幕だけのラジオみたいなのにやるしかねえかなと。そんなの YouTube じゃなくて、Podcast だったんですけど。<laughs> まあそれが正論を振りかざすあなたたちの望む世界なんですが、そんなの誰が見るんですかねニーズあるでしょうかとりあえず、今思うところとこれからについては以上です。 ま引き続き、よろしければ皆さんのコメントもこの件についてお待ちしております。全部目を通しております。えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんようさようなら。